が喜ぶ曲を作ってほしいなと、はい、CD デビューですから CD デビューするんですか、はい、全国流通でライブキッズあるある中の人が DJ で盛り上がる曲作ってみた。すごい異空間やね、うん、ライブキッズの人からしたらこれは、うん、裏側。今日はでもこれって普通のレコーディングよりは短い時間でやろうとしてるんですよね。これとりあえずドラムが OK 出れば、はい、あとベースとギターは後からまだできるんで、はいはいはい、なんかみんなのグルーブとか勢いみたいなのを入れつつ、はいはい、僕が一人やってるときは一番楽しそうにやってるんです。みんなもう終わってるから。あ最後一人で撮るんですか、その楽器は。へえ、OK ができてから歌を撮っていく、はい。あら、監督大丈夫ですか。テンポ完璧です。今ここでフーってパシフー入れてまうもん。そう、それを絶対好きやろうな、もとでやってるキッズたちは分かってますね。これ今から歌取る感じですか。歌取りますよ、はい。じゃあ僕がここに立ったらダメなんですね。こう俺が笑っちゃうっすDJ かけて俺が笑いながら歌っててもいいな。まあその方がみんなハッピーになるぐらいですね。ファンファンフィーって言ってるから、ファンファンウィーヒザステップステップ。 OK、 もう一回いきます。今の中の作業は何してたの。コーラス乗りですね、はい、ハモリ。もうじゃあ終わりですか。僕はね、もうかれこれ5時間前ぐらいからカンパケしてます、はい、僕はそうだったんや。ラララララ、聞いてみましょう。向こうですごい。一気にみんなで作った感じだな。大丈夫、うん、じゃあ大丈夫っす、はいはい、ということでこれにて、はいはい、レコーディング終了でございます。ありがとうございました。なんとね、今回ゲストコーラス担当しました。イエーイ。初めて見た、あのコーラスするときにマスクしてる人。これでより一層ライブ中にみんなに楽しみ方を提示できるんちゃいますか。はい、ありがとうございます。すいません。はい、皆さんもお期待ください。チュチュドライ。